チャンピオンチームが日産スタジアムに戻ってきました。人数制限はありますがファンも帰ってきました。2020明治安田生命 J1 リーグ第4節、この時間は横浜 F マリノス対 FC 東京の一戦をお送りします。マリノスのメンバーと予想フォーメーションです。キーパー梶川、小池、チアゴ・マルチンス、畑中、ティーラトンの最終ライン、中盤のセンターに天野、大木原、トップ下マルコス・ジュニオール、ワイドには水沼、オナユー・アド、そして遠藤が入ります。FC 東京です。ゴールキーパーが林明宏、最終ラインに室谷、渡辺、森重、そして今日は小川ベンチスタートで中村穂高を使います。東、橋本、アルトゥール、シルバ、そして田川、最前線昨シーズンの黄金のコンビディエゴ・オリベイラ、長井の2トップです。小池です。大木原、もう一度戻します。水沼、ワンタッチあったボールがつながって、オナユー、その後ろ、先制 F マリノス。左から遠藤が絡んできました。スタート4分です。ホーム横浜先制。早いですね。そうですね、早いコーナーキックから始まって少し FC東京が今日疲れた形になりましたかね。ただここにサイドに人を集めたんで中が手薄になってしまいましたけども、まあ、遠藤がよく先に入ってきましたね。ちょっとそうですね、方向が変わったボールになってしまったので村山反応が遅れましたけども、逆に遠藤は背中側から勢いを持って入ってきましたね。一度下がってきます。東、足元、ディエゴ・オリベイラ、いい、ね、右、室谷、ダイレクト、田川が絡んでくる、倒れて、これは PK。 完全にこれ後ろから、そうですね、おそらく、かかってますね、まあ、PK で、PK でしょうね、ただそうですね、外れてるかもしれませんね、そうですね、厳しそうですね。担架に乗りました田川。ディエゴ・オリベイラ、まあ、ツーモーションギリギリのフェイントを入れます。逆をついてきた、同点、追いつきました FC 東京、1対1。もう前ですね。そうですね、梶川の左足がおそらく斜めに倒れているのを見てその逆に蹴ったんだと思いますけども、チャンス、レアンドロ引きつけておいて中、ディエゴ・オリベイラが絡んできた、左足、アルトゥール・シルバー、東から長井、室谷、レアンドロが同サイド右、一気に逆サイド、ディエゴ・オリベイラ、胸と、交錯しました。体を使ってしまったキーパー梶川、黄色か、イエローカード、東京サイドはちょっと納得がいきません。そうですね、これは決定機阻止になりませんか。そうですね、しっかりとコントロールもできてますし、シュートを打てるところにボールを置けてますので、ボールを隠して2人が座りました。リアンド狙ってきた、逆転、流し込みました、レアンドロ、1対2。長い逆サイド、レアンドロが見えていた、シュート、見事なカウンターアタック、東京、
まあ、完全にフリーでしたが、永井は丁寧なラストパス、見事でしたね。大木原は柔らかいボール、オナユアドから水沼へ、エンド、決定機でした。水沼コーター今見えてたんですね。どうですかねこの落とし、あシュートだと思いますけどね。マルコス・ジュニオールが下がりました。代わって入ったのがエジガル・ジュニオール、水沼に代わってエリキ、そして遠藤に代わって中川、うん、ティーラトン、おー外抜けてきたところ、中川小池、中川対中村、折り返しこぼれてきた、体を張ります。東京ディフェンス、昨シーズン優勝争いをした両チームの対決、アウェー FC 東京勝利です。